はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、神戸学院の有瀬キャンパスなんですが、今までですね、学生のみんなとここで授業を行っておりました。今日はですね、授業で、の時にですね、男女共学なんですけれども、ちょっと雑談タイム、ね、つながろうみたいな感じでですね、みんなね、昨日振り返って、ラッキーだったことをね、一つ最低一つずつで、ね、ちょっとシェアし合いましょうみたいなことをして、いろいろなことをね、言ってましたので、そしてですね、近い将来ね、近い将来、もう何でもいいよ、ね、やってみたいことを言ってみようみたいな感じ で割と多かったのがですね、旅行に行きたいっていうね、世界一周したいとかね、日本全国回りたいとかっていうね、いう学生が結構多かったんですよね。これっていうのはね、やっぱりほら今ね、ずっと自粛とかっていうふうに言われてきて、制限をかけられてましたから、その反動かなとかね、思ったりもしますけれども、私もそういえばな、学生の時にいろんなとこ行ったなとかって、ね、思ったんですよね。で、そのいろんなところっていうのはですね、こういう脳科学的にこういうことを言われているんですよね。いつも自分がいるところと場を変えるね、移動する、距離を変えるね、ということですごく脳がリフレッシュされるみたいですね。だから例えば、仕事をね、家でやっているのと、ね、オンラインだからって家でやっているのと、わざとね、場所を変えて、会社でもいいですね、カフェでもいいですよね、行って仕事をするのと、すごくやっぱり充実感っていうのが違うらしいんですね。だから人間っていうのはこの移動する距離によっても、すごくリフレッシュね、脳がリフレッシュされるんですよね。で、またね、こういうことを言う方もいますよね。いつもいるね、こと、いつも、見ているものでも、もうなんていうか、こうだって頭の中で固定観念みたいなものがあると、意外と気づかなかったりするんですけれども、自分の今いる環境と違うところに行くことによって、今まで気づかなかったことに、気づくことができる。新鮮にね、初めて見るところとかだったら、ね、なんだろうって、アンテナ張ってみますよね。まあ、そういうことによって、改めて、いろんな気づきがあるみたいな、ね、ことをおっしゃる方もいますね。まあ、確かにですね、私もよくね、アメリカフィットネス協会の、依頼で、インストラクター向けの講習会をするという立場だった時があったんですね。30代の前半の時ですね。で、そうするとあっちこっち行ってたんですね。日本もいろんなとこ行きましたね。で、まあ、日帰りとかでも行ったりとかしていて、で、そうするとですね、最初の頃はですね、やった、今日はここに来たみたいな感じなんですけども、だんだんね、住めば都と言いますけれども、自分の住んでいるところがね、私神戸ですけれども、なんか一番落ち着くというかね、そんな感じになってくるんですよね。で、まあ、結局ですね、最初の頃はね、すごい次どこ行くかなみたいな感じでウキウキしてたんですけれども、まあ、どこ行っても自分かなって思うんですね。自分がハッピーでいればどこに行ってもハッピーですし、もしそうじゃなかったらどこ行ってもね、ネガティブなんでしょうけども、まあ、場を変えることによって、リフレッシュ感ね、新たな気づきがあって、いつもの自分の世界観を見直すことができるっていうね、まあ、そういうきっかけになるんじゃないかなっていうことですね。はい、まあ、ちょっと雑談になりましたけれども、皆さん、今日はですね、ちょっとこのところ長時間の動画が多かったんですけども、今日はちょっと短時間でですね、ストレッチね、ストレッチしましょう。ストレッチ、皆さんマイペースでストレッチ引き締めですね。お腹をしっかりしてください。そして両手をついたらグッとですね、背骨が、私の場合はアーチが大きいのでグッと反るんですけども、もともとこの首と腰っていうのはアーチがありますから、アーチがあるんですよね。で、しっかりここで支えて、で、このままですね、前側に、で、ここをしっかり伸ばしたいんですけども、グッと骨盤を前へ。で、腰が痛いという方はですね、ぐにゃっとお腹の力が抜けてると思いますから、しっかりですね、体を引き上げてください。はい、そして、うわーっと声を出すとですね、息も吐けますから、はーっと揺らしてみましょう。はーぐー。はい、ではですね、こう持ち上がったら、このままお腹をちょっと持ち上げて、腰と背中が伸びますよね。そして、足をついたら、ぐーっとお腹を押し上げていってください。ぎゅーっとお腹を押し上げて、手に自分の重みがかかるのをちょっとでも防ごうとして、お腹をぐっと押し上げてください。はい、ではもう一回膝を曲げて、
でちょっと手がつらかったっていう方はですね、手首とか肩が硬いんですよ。なのでほぐしましょう。で口も動かして、この辺、あ、ここが硬いとですね、ずいぶん頭も硬くなってて、肩、首全体硬いので、こうここですね、ここに触れて口を動かしてください。体を揺らしながら、あ、い、う、お、あ、い、う、え、お、あ、い、う、え、お、あ、い、う、え、お、あ、はい、タッピング。ね、音の聞こえ感じも変わってるんですね。はい、じゃあ、ブラン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 。はい、じゃあもう一回やりましょう。はい、ぐっとお腹を押し返して、胸を開きます。はい、肩と耳の距離を離します。このまま前、ストレッチ、引き締めですよ。はい、ぎゅーっと体を引き上げて、はー、いらっしゃい。はー、はい、そしてぐっと、ね、お腹をちょっと押し上げて腰が伸びます。そして、ここからですね、ここを押し上げてください。ちょっとさっきよりは持ち上がりましたね。で前に体重かけるというよりは、ぐーっとお腹のこの下腹を、ここを押し上げていきます。はい、1、2、3、4、5、片足を曲げてちょっとだけですね、胸を反らせます。1、2、3、4、5、片足すごい伸びてますね。反対、ここはしっかりお腹で支えてください。1、2、3、4、5、もう一回いきます。1、2、3、4、5、もう一回。1、2、3、4、5。はい、そしてですね、前側に来たら、こう今ここ前側ね、どちらかというと吸い込みやすかったんですけども、広げます。そしてぐっと背伸びをします。はい、じゃあ肩をほぐします。はい、そしてお尻を持ち上げて、体の前側を開きます。はーと長く声を出したいところですね。下ろします。どうですか、すっきりしたと思います。じゃあもう一回やってみましょう。はい、いいですか、お腹をしっかりして、はい、持ち上げます。はーグー。はい、ここからですね、ここ脇腹気持ちいい感じと引き締めです。1、2、3、4、5、フィン。皆さん声を出した方が息吐けますよ。反対です。1、2、3、4、5。はい、じゃあ向きをちょっと変えて、このまま片足を前に持っていきましょう。そしてここが伸びますね。でなるべく体を上に引き上げたいんですけれども、あーグー、これをずらしてください。さあ、じゃあ自分にとって気持ちのいい角度に、どういう角度でもいいですよ。ここを伸ばしましょう。でお尻をなるべく、離さない、床から離さないようにします。1、2、3、4、5、ふー、いやー、これをですね持ち上げちゃいます。ふー、下ろしてください。さあ、じゃあ逆側なんですけれども、まずは足を入れ替えました。そしてこっちの足を内旋して、でグッと体を上に引き上げます。手を離せれたら離してみたいんですけども、あー、1、2、3、4、5、グッ、手を下ろしたままでもいいですよ。そしてこうやってほぐすのもおすすめです。はい、横へずらします。はい、ぎゅっと引き上げて、ここをつけたままちょっとポンポンとしてみましょうか。はい、じゃあちょうど自分にとっては気持ちのいいなと感じる角度に顔の向きもです。1、2、3、4、5、ピーン。はい、それではですね、少しさすっていただいて、この足をこうかけます。ちょっとこっちの足が辛い場合は伸ばしていただいてもいいんですけれども、またはこれをこの辺に置く形でも構いません。そしてグッと引き上げて、ここの背中が伸びるようにしながら、これをですね、こう回旋してギュッと体を絞ります。1、2、3、4、5、ピーン。反対に返してみましょう。いいですか。さあね、ここちょっときつい場合はですね、この辺に置いていただいてもいいです。
で掛け合わせたらですね、一度お尻を持ち上げて、その方が真ん中になりやすいです。手を置いたら、ここも伸びて、ここも伸びてますね。腕をちょっと外旋して、でなるべく体をクッと引き上げて、1、2、3、4、5、ピーンって感じです。はい、じゃあ足をね、こちらもさすってこうさすっちゃいます。でこの形で、この形でですね、あのちょっと横からやりますけども、こうして持ち上げてみましょう。ふー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これをした後の方が開脚がしやすくなってます。はい、じゃあマイペースで1、はい、2、はい、3、ブルブル、反対、1、はい、2、はい、3、ブルブル、はい、パタ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 、はい、ということで、今日は、ストレッチ引き締めでした。いつもはですね、わーっとですね、テンポよく動いてるんですけれども、今日はじっくりやりました。皆さん、いろんな方が見てくださってると思いますので、余裕という方もあれば、いや、ちょっと硬くて厳しかったという方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひですね、マイペースで行っていただけたらと思います。ワンリピートでしたけれども、何回かやっていただくとですね、しなやかに引き締まっていきます。そして腰や足が楽になってきます。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。この動画を通じて、体や心がハッピーになっていく、何かですね、一つのきっかけって言ったらちょっと生意気かもしれませんけれども、だったらなと思っておりますが、いつも見てくださっている皆さんのおかげでこのように、動画を配信続けることができてます。本当にありがとうございます。はい、ではまたね。おやでした。またね。